カクテル初心者あるある。カクテルを作り終わった後、カクテルシェイカーがどうしても取れなくなったら、シェーカーのトップを外して中に水道から水をたっぷり入れます。次に冷凍庫に入れてガチガチに凍らせます。完全に中の水が凍ったシェーカーにお湯をかけながら中の氷が動いてくるまで待ちます。氷が動いたら逆さにして振ります。そうすると中で氷が動いてストレーナー部分が簡単に外れます。マットなどを敷いておくとシェーカーを守れます。